どうも、お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。格闘技を始めて、そして経験してですね、今、いろんな格闘技にまた興味が出てきたというか、ニュースをね、見ることが多くなったんですけども、そんな折にですね、このキックボクシングではないんですけども、ボクシングで、穴口一騎選手という方がいらっしゃったんですけども、これ先月、試合の途中でお亡くなりになったということでした。格闘技で死亡事故が起きるっていうのは、もうなかなかなくなってきたのかなと、いろんな安全対策とかね、それからプレイヤーの方もそうならないように、ものすごく体を鍛えてますしね。なんでね、このボクシングの試合で死亡事故が起きるのかと。いろんな説があるんですけども、私なりの見解がありますので、ちょっとお話したいと思います。まずニュースはこういうふうになってます。穴口さんで言うんですかね。穴口一騎さんが死去、23歳。昨年12月、壮絶打ち合い後に、緊急、開頭手術も意識戻らずということで、日本ボクシングコミッションは2日、昨年12月26日の日本バンタム級タイトル戦後に、右くも膜下出血の緊急開頭手術を受けた穴口一騎選手が、2日午後5時38分に死去したことを発表した。23歳でね。厳しいトレーニングに耐え抜いて、試合に出て、その試合の最中にパンチを受けて、お亡くなりになったということなんですけども、これ私なりの見解なんですが、この耳のね、後ろに人間で急所があるんですよね。そこに、多分パンチの一発が当たってしまったのが、知名度になったんではないかなっていうふうに思うんですよ。これ試合の VTR を私も見て、またですね、同じような見解を有している方もいたんで、そうなんではないかなと思うぐらいなんですよ。というのがね、私実はね、ちょっと虫歯が急に痛み出して、歯が痛くてね、どうしようもなく耐えられなくなったんですよ。それが昨日のことなんです。で、歯の痛みをなくす緊急対処策ってのがあるのをご存知ですか？それがツボなんですよ。手のひらの中指と薬指の間の、この手のひらのここです。ここをね、このようにして強く押さえて1分。こっちで効かなければこっちも1分。交互に繰り返すと歯の痛みが消えるんですよ。それが歯の痛みを感じさせるツボっていうのがありまして、効くんですよね。いや、ツボっていうのは昔から聞きましたけども、こんなにね、即効性のあるツボっていうのは私も本当に信じられないぐらい初めてでしたね。で、その動画を検索するとやっぱあるんですよ。ツボを研究してる方とか、それから整体師の方とかがね、夜中とかお正月とかに歯医者も開いてない、でも歯が痛いって時には、ここを押しなさいと。ね、別にロキソニンとかバファリンとか買う必要ありませんと。そもそも深夜に薬局も開いてないっていう時には、ここを押さえればいいんですよ。で、コメント欄も、本当に効きましたみたいなのが結構並んでるんですよね。で、こういったツボっていうのが、治療に使われる場合もあれば、そのツボの当たりどころが悪ければ、それが急所となってね、生命に非常に危険なダメージになるということなんですよね。そもそも人間っていろんなつなぎ目があって、そのつなぎ目が、ツボであったりとか、急所であったりとか、するんですよね。そこに鍛え抜かれた鋭いパンチがクリーンヒットすると知名度にもなりかねないのかなっていうところですよね。だから本当にね、この最近ブレイキングダウンとかありますけども、人の体にダメージを与えるための格闘技っていうのは非常に危険でね、用心して用心して体を鍛えまくって防御力を鍛えまくって、それでもこういうことが起きるんですよね。若くしてお亡くなりになった穴口一騎選手にね、本当お悔やみを申し上げるとともに、このボクシング界、格闘技界が非常にね、貴重な将来有望な若者を失ったことにね、改めてちょっと重ねてのお悔やみを申し上げたいと思います。それでは。